大阪と奈良、京都を乗り換えなしで結ぶ新しい特急は、奈良を表す和歌の枕言葉「青荷義」から名付けられました。正倉院の宝物をモチーフにした天平文様が取り入れられています。なぜ今奈良なんでしょう。こういったですね、新しい面白い楽しい列車を運行することによりまして、近鉄で京都から奈良へ行けるんだということも知っていただけるきっかけになると。大きな窓が取り付けられ、沿線の景色が楽しめます。座席やテーブルはこれまでの車両にはないしつらえとなっています。こんな楽しみ方も。奈良や京都、大阪にまつわる書籍が置いてありまして、こちらのソファーに座ってゆっくり読むスペースがあります。また沿線にちなんだビールなどを販売するカウンターも設置されています。そんな青荷義、どんなきっかけで生まれたんでしょうか。遡ること2ヶ月前、近鉄の高安車庫に青荷義となる車両がありました。ボディの塗装は剥がされていますが、少し残ったオレンジ色、見覚えがありませんか。実は青荷義は長年活躍した近鉄の特急車両、新スナックカーを改造したものなんです。ラストランの特別列車、今霊本町のホームに入線しました。去年11月、最後の新スナックカーが多くのファンに惜しまれつつ引退しました。およそ50年前の高度成長期に生まれたこの電車、その頃大阪・名古屋間に新幹線が開業。それまで 70% あった近鉄のシェアが大きく奪われてしまいます。そこで軽食が取れるコーナーを設け、速さではなく電車旅をゆったり楽しんでもらうスナックカーが誕生したのです。去年11月のラストランを最後に、新スナックカーはほとんどが廃車に。その中の1編成だけが新しい観光特急青荷義として再デビューを果たすことになったのです。この車両にはスナックカーの精神が受け継がれています。およそ4ヶ月前、車両の改造工事が始まっていました。ここに販売カウンターが、もうちょっとこう L 字型にこう販売カウンターが、スナックカーの復活ですけど。新たに作られる座席にはあるこだわりが。奈良でこう折り返しをせなあかんので、走行する方向が変わるので、転換しなくていいように向かい合わせとか、こう斜めの向かい合わせの席にした。椅子の配置です。さらにこんなこだわりも。電車みたいな、いわゆるこうリクライニングシートがあってテーブルがついとってるとかいう椅子にはしたくないなと。先ほどから熱く語るこの男性が青荷義の企画担当者、奥山元樹さんです。およそ10年前から車両の企画に携わり、2016年デビューの観光列車青のシンフォニーも手掛けました。ゆったり旅の演出は奥山さん仕込みです。窓に対するこの角度をですね、最終的に45度になったんはなったんですけど、30度にしたらどうなる、逆に60度にしたらどうなるというのを現車で検討をしてます。パンフレットをお弁当に見立てて、十分な広さがあるか何度もチェック。車両製造にこだわる奥山さんに社員は。非常に前向きで積極的な取り組み姿勢というのがですね、私本当に尊敬してます。朝も天王寺から上本町まで歩いてありますし、バカバカしいです。いや、そんなことないです。深夜社員ですから。2年前に定年を迎えた後も第一人者として奔走する奥山さんの姿は、引退した新スナックカーの再デビューと重なるところがあるのかもしれません。今年2月、奥山さんの姿は家具製作所の工房に、青荷吉の椅子作りをオフィスや店舗などの家具を作る会社に依頼したのです。創業61年、電車の椅子を作るのは初めてです。日頃使ってるのがこういうふうに伸びやすくて、形にフィットしやすい、伸びしろが少ないっていうんですかね。苦労を乗り越え、家具作りの経験と技を生かした電車らしくない椅子が完成しました。座り心地は想像した通りですか？そうですね。この特に柔らかさ、だいぶこのクッション作ってもらいましたもんね。そうですね。何パターンも。いろんなその硬さのクッションを組み合わせをして、それで最適値を選んだ狙い通りの椅子ができたかな。2月、車両の塗装作業も大詰めです。近鉄特急の伝統カラーオレンジと紺色が剥がされた車体には新たな色が。奈良に都があった天平時代に高貴な色とされていた紫色です。近鉄のメタリックの電車に比べて、やっぱりこれ一番綺麗ですね。ものすごくキラキラ感見えますし、難波駅とか奈良駅近いなんですけど、駅の中でも結構綺麗に見えるんかなという気はしますね。奈良で花開いた天平文化をイメージして作られた青荷吉。この日集まったのは車両に携わったデザイナーたちです。花束っていう形のフォルムを意識して、祝祭感とか、そういったものを表現できないかなと思って。エンブレムは鳳凰が花を加えている縁起の良い文様です。古都奈良を結ぶ電車なので、古の奈良を強く意識したデザインで統一しました。遣唐使とかもいましたし、西アジア諸国のものがこっちに流れてきたりとかして、すごくインターナショナル、和洋折衷みたいな洋風のものの中に和っていうか奈良を入れていくっていうデザインを目指しました。壁紙などの色や柄についてもこだわりが。電車のイメージじゃなくって、ヨーロッパの図書館とかね、この R になってるところにすごい華やかなデザインが施されてるんですけども、そのような形に色についてはあまりにもコントラストがはっきりするとちょっと疲れるかなっていうのがあって、柄で疲れないっていう色にしたいな。3月28日、お披露目まで2週間を切りました。工事が遅れる中、急ピッチで進められていきます。こだわりの詰まった椅子が運び込まれてきました。ちょっとこうつり上がったり垂れ下がったりはやめてほしい。最後までこだわって細かい調整を指示する奥山さん。それぞれの人がですね、やはり自分が納得いく仕事をしたいっていうのは誰でも多分一緒やとは思います。最後いいものを作ってね、お客様に喜んでいただこうと思ってる気持ちはみんな一緒なんで。制作者たちの思いのこもった車両が間もなく完成です。そして迎えた今日の晴れ舞台。制作総監督奥山さんの姿がありました。古い電車でもこうやってリニューアルすればですね、十分通用できるような車両に生まれ変わることができるので、私も同じようにですね、これからまた心機一転ですね、また次の企画にチャレンジしていきたいなと思います。新スナックカーから青荷吉へ。新たな思いを乗せて再び走り始めます。ご視聴ありがとうございましたケロ。